時大輔は、日本の実業家。BNP パリバーセットマネジメント CEO、代表取締役社長、一橋大学大学院経営管理、研究科客員教授、筑波大学大学院客員教授、東北大学総長特別補佐、日本証券投資顧問業協会副会長、金融庁金融審議会専門委員等も、歴任した。千葉県生まれ。 YFU で1976年から1年間のジョージア州ワーナー・ロビンズ高等学校への留学を経て1980年奈良市の私立奈良市の高等学校を卒業1984年筑波大学第三、学軍社会工学類経営工学種専攻卒業1986年ケースウェスタン・リザーブ大学大学院卒業オペレーションズリサーチ修士 同年日本交換入社。1987年日光証券入社。2000年ゴールドマンサックス証券エクイティ、部門統括共同責任者、エグゼクティブ委員会委員東京支店。2001年ゴールドマンサックス証券共同東京支店、長、2002年ゴールドマンサックスアセットマネジメント、代表取締役社長。2004年日本ファイナンス学会理事。 2007年日本証券投資顧問業協会副会長2008年投資信託協会理事金融庁金融審議会専門委員2011年ゴールドマンサックスアセットマネジメント副会長2012年一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授金沢工業大学知的創造経営研究所客員教授 筑波大学大学院システム情報工学研究科、非常勤講師。2013年東北大学特任教授、FBG 取締役。2014年東北大学総長特別補佐、特任教授、筑波大学大学院客員教授。2015年、東北大学ベンチャーパートナーズ取締役。2016年ドイチアセットマネジメント、代表取締役社長。 2017年青山学院大学大学院国際マネジメント研究科博士後期課程単位取得大学2019年 BNP パリバーアセットマネジメント CEO 代表取締役社長ありがとうございます